演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はちらちら、この2種類の水ケーキ、抹茶ケーキ、そしてこちらのアップルパイを食べたいと思います。これどうだな、これはなんか楽天で見れたらセールになってて、で美味しそうだなと思って買ってみました。本命はアップルパイで、この2つはまあおまけなんですけど、せっかくなのでおまけ。それでこっちから出るの、これ二重放送すごいな。それではまずは、この柚子ケーキと抹茶ケーキいただきます。しっとり一口サイズでもしっかり味はある。柚子の方は柚子のパリとした酸味が口の中にふわっと広がって、しっとりとしたケーキとともによく合っていて、とっても美味しかったです。抹茶の方は抹茶の濃厚な香りが口の中に入って、あんこも入っていて、あんこの甘さも感じることができました。どちらもしっとりとした生地で、程よい食べやすい大きさで、とっても美味しかったです。で、ただもうちょっと食べてみたいなと思える温泉ソーセージでしたので、その意味も込めてこちらの点数とさせていただきます。次はこういうので食べてみたいと思います。こちらのアップルパイです。中にリンゴいっぱい入ってますね。これは美味しそうだ。ではおっと、なんか潰れちゃいますね。はい、こんな感じです。ではいただきます。リンゴの甘さもトロトロ感もいいんですけど、もうちょっと酸味があってもいいかな。リンゴがトロトロで口の中で程よくとろりで、外側のパイの食感とよく合っていて、とっても美味しかったんですが、ちょっとリンゴは甘い方に偏りすぎたかなという感がありました。リンゴはイチゴとか、いやイチゴとかじゃない、バナナとかだったら甘い方でもいいんですが、リンゴなので、もうちょっと酸っぱさも感じたいという気持ちが出てきてしまったのが残念でした。もうちょっと酸っぱさも入れた方がよりバランス取れて美味しくなると思いますので、こちらの点数とさせていただきます。そうね、そういうところ難しいですね。好みもありますし。冬バラの柱できるや家族ほど。なんか怖いなぁ。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。